はい、どうも、今回はキットレビューですね。お待たせしました。遅くなりましたが、ザ・モデルカーの9番、ジャパンタクシー NTP10、NTP10。自分は、ディーラー時代、こういう10、NTP10 って言ってた人なので、NTP10 と言いますが、ザ・モデルカーシリーズのジャパンタクシーですね。まずはじめに一つ、お詫びと言いますか、訂正と言いますか、させてください。以前の YouTube の、動画、YouTube のライブの中でですね、ジャパンタクシーご注文いただいてた方、よろしくお願いします。ちょっとお待たせして申し訳ありませんがっていう話をしていましたが、よくよく考えると、このジャパンタクシーのその注文期間ですね、うち、一切注文の方はお断りさせてもらってた時期だったんですよね。で、もし、まあ、注文、まあ、うちの動画をね、見ていらっしゃる方は、まあ、一応注文普段いただく方はそういう方ばっかりだと思うんですけども、もしね、注文してたつもりだったんだけどなっていう風な方がいらっしゃいましたら、ちょっとお早めにご連絡いただけるとありがたいかなっていう風に思います。今回この9番のジャパンタクシー通常版が、当店で取り寄せたの3つで、この SP の方ですね、黒い箱絵の方ですね、こちらの方2つそれぞれ取り寄せしております。なのでもしね、注文したはずだけどなっていう方がいらっしゃいましたら、期間的にはそういうふうに注文は、お断りさせても、お断りというかお受けしてなかった時期に、発表になり、注文締め日がありっていう風でしたので、申し訳ありませんが、そういった方がいらっしゃいましたら、お早めにご連絡のよろしくお願いします。一応その辺も見越して注文を受けてないけど、ちょっと多めに取り寄せておこうかなっていう思いで、3、2っていう風に取りか、発注の仕方をしてましたので、多分大丈夫だと思うんですが、一応そういう風でよろしくお願いします。じゃあとりあえずそういうですが、見ていきましょう。ホビーショーの時にね、まあ、実際にその、モックの状態でしたけども、モック試作品の段階でしたけども、ちょっと見てきましたが、なかなか面白い構成かなっていうことは思いましたね。で、おっていうふうに思ったのは、実際この商品版になってみないとわからないことだったので、あれなんですけど、まあ、この、ガラスパーツがね、スモークとクリア。この辺はまあ、最近の青島の、通りですし、この辺もね、その試作品の段階でですね、一応こういう感じのもうランダーの方が発表がありましたんで、あれなんですけども、内装がですね、内装探しちょっと透け気味ではあるんですけども、こういう感じでね、茶系の、成型色になってます。なので、でプラステールランプもクリアレッド成型、まあ、この辺はねあれですけども、あとはねメッキパーツだったりだとか、そういうのもあったりとかしてまして、スナップキットシリーズとはまたちょっと違いますけども、塗装しなくても、それっぽい雰囲気で作れる、成型色になってるっていうことが見て、おっていうことは思いましたね。この辺はやっぱりこう、それなりに力を入れてる、もしくは、その、なんつったらですね、プラモデルをね、いろんな人に広めようっていう思いもあってのことなのかなっていうことも思いますけれども。で、フロントグリルなんですけども、実写だとね、メッキのところと、成型色なのかな、黒のところっていうふうに分かれますけど、その辺もね、こうね、綺麗に抜いてあるんですよね。だから、こう、青島のキットでいくと、21クラウンとかだと、メッキのところと、この黒いところが一体成型になってて、で、これ、どうやって塗ろうとかっていうことを悩まれた方も多いかなというふうに思うんですけども、こういう感じに構成になってます。なので、この辺も、おおっていうことは思いましたね。やっぱ考えられてると言いますか。で、まあ、実際、ジャパンタクシー、実際見たことはあるんですけど、実際まだ乗ったことはないんですよね。乗ったことはないので、ちょっと具体的にどういうふうなのかわからないんですけども、このね、インパネのところ、ここも、このちょうどグローブボックスに当たるところですね。ここのところもですね、成型色違いで分けてあったりだとか、この辺が、ああ、なかなか面白いな、っていうことを思いました。よいしょ。ですね、これクリアパーツも入ってますし。よいしょ。で、まあちょっと、
塗装をしっかり塗り分けしたいなっていう方にはなかなか厳しいかなっていうふうには思うんですけども、こういう感じでシャーシはすべて一体成形となってます。マフラーの出口までですね、一体成形っていうふうになってます。ここはまあちょっと、すべてね、塗り分けたいっていう方には、なかなかしんどいかなっていうことも思うんですけども、まあ、これもある種割り切りとしては、まあ、いいのかなっていうことも思いますね。ただ塗り分け大変そうだな、これ。筆塗りで頑張るしかないかな。ちょこちょこと。っていうことは思いますけどね。よいしょ。で、バンパー部品と、で、スライドドアが別体になってますね。で、これはスライドドアは開閉選択式というふうになってます。これね、ちょっと下のね、ステップの部分が細いんで、ちょっと怖いかなって気も思いますけども。よいしょ。よいしょ。で、今回のこのジャパンタクシーなんですけども、あの YouTube のね、ホビーショーの、新商品見てきたっていう時に話しましたけども、前後シャフト同士となってます。これはなぜかと言いますと、結局青島のキットを作られる方、まあ大体皆さんシャゴタンにしますよねと。で、舵取りとか気にせずに、まあプラボでドーンっていう方もやっぱりいらっしゃると思いますし、で、そういう方からすると、そういう方からするって言うとあれですけど、だったら、むしろ舵取り機構はいらないんじゃないのっていうことで、そういうことの割り切りもあって、前後シャフト同士。かつ、まあ、これからちょっと説明書をね、一緒にお見せしていこうかなというふうに思うんですけども、車高がですね、選択式になってます。この32番、33番のこの部品の取り付けですね。この取り付ける向きを逆にすると、車高を下げることができます。車高を下げた状態のね、試作品がなんかドキュンタクシーとか言われましたけど、みたいなことをね、大島の担当者さん言ってらっしゃいましたけども、まあ、ジャパンタクシーでその車高を下げるっていうイメージあんまり湧かないって方もいらっしゃるかなっていうふうに思いますけど、これはある意味割り切りとしては面白いかなっていうふうに思います。もちろんそのリアル思考で舵取りをさせたいっていう方もやっぱりいらっしゃると思います。その辺に関してはまあ、それぞれの方が追加工作をということなのかなっていうふうに思います。逆を返すとちょっと言い方はあれなんですけど、プロボックスみたいに足回りの再現はされてはいるけれど、っていうやつよりは、むしろこっちの方が組み立てやすさで言ったら、圧倒的にこっちの方が組み立てやすいかなってことは思いますね。まあ、どっちがいいかっていうのは、その組まれる方の、イメージと言いますか、考え方と言いますか、そういう感じになるかなっていうことも思わなくもないですけどね。よいしょ。ですね。まあ、スライドドアは、ここに差し込むような状態にするか、閉めた状態にするかの選択肢。という風になってます。なんで、まあ、今後、これ、どういうバリエーション展開があるかわからないですけど、ただ、今のところ、まあ、そのホビーショーで来た時には、タクシー会社の、実際に使われているタクシーの、会社の名前はもう出さないっていう話はされましたね。保護紙がつきましたね。保護紙ついてたかな。でも、こうやってね、デカールもいろいろ入ってますんで。まあ、これをね、貼ってっていうのも面白いかなというふうに思います。ちゃんと事業用のね、緑ナンバーもついてるので、なんでハイヤー仕様とかもいいかなっていうことは思いますけども、これに関しては自分もちょっと組んでみたいっていうふうに思ってはいるんですけれども、ちょっと今、制作の、あれがちょっときつきつなので、スケジュールが、まあ、ちょっとね、しばらく、ちょっと間置いてから、作ることになるかなっていうふうに思いますけれども、一応ね、頭の中で思い描いている構想はあります。先に言っておきます。その構想は。構想としては、Y31 のセダンとか、コンフォートとかを、普通にいじくって乗ってた人が、セダンとかをいじくって乗ってた人が、諸々の事情でそれを維持できなくなって、こう、仕方なしっていうことはありますけど、あれですけども、代替車両として、決めた、ジャパンタクシーをいじくって乗った仕様にしたいなっていうことは思ってて、もう頭の中で構想はできてるんですけど、ちょっと、まだちょっと今そこまで回らない状態ですので、こういう感じになってます。で、通常版と SP 版の違いなんですけども、よいしょ。ホイールですね。ホイールと、あと成形色はこちら、黒の成形になってます。なんでスナップキットシリーズだとね、ボディカラーがあって、A、B みたいな感じだったりとかしますけども、今回はこういう感じになってます。で、ホイールが、確かこっちの方がアルミホ、純正アルミホイールだったかな？っ
っていう感じになりますだったと思いますけども、まあ一応こういう風に出ましたので、もしよければ注文の方ともねまたよろしくお願いします。というわけで今回は、紹介させていただいたのは青島の、ザモデルカーの、9番と SP の、ジャパンタクシーでした。あ、これが9番になったことで、今までザモデルカーシリーズの、9番だった430セドリックのセダンの GL の方が、残念ながら絶版ということになってしまいました。というわけで、今回はこの辺で終わっていきます。ご視聴いただきありがとうございました。